赤信号だよ、ね、またね、動画撮っちゃいましょう。ねえ、あのさ、67歳に11月20万バーツおごってもらったってすげえなみたいなね、まあ、10月もなんだけど、あ、変わった、ね、変わったな、変わったけど、せっかく動画撮ってるからゆっくり走って動画にしちゃおうかなあのね、確かに、20万バーツぐらい使ってんだろうなってのは本当にそうで、で、ちなみにね、自分の名誉のために言わせてもらうけど、一番最初はね、67歳と遊び出した頃は M1 も頑張って、割り勘してたんだよ、ただ持ってる金があまりにも、使える金があまりにも違くて、で、すぐ M1 貯めてたタイバーツ全部吐き出して一文無しになったんだよね。で、こっから先はもう遊べねえつって、で遊べないんだもんね、しょうがないもんね、手持ちが全部ないんだもん、そこまで行ってそっからはおごってもらってるとかなんだよ、余力を残して、自分のお金は使わないけど相手のお金は使いますみたいな、そういう雑魚キャラじゃないからね、全部出し切ったね、エミアンが自由に使える金は全部出したよ、ね、でもその先はもう遊べない、ね、っていうとこまで行ってからのおごってもらいですからね、そこだけはちょっと自分なりにもね、よくいるでしょ、ね、自分のお金がもったいなくて使えない、そういうことじゃねえからこっちは、ね、行くとこまで行ったもうないですね、あとは子供のお菓子とかそういったものを削るしかない、学費を削るしかないってね、それはできないってね、そこからの、20万バーツおごってもらった、確かにそうですね、持ってないってね、まあ、ヨッシーから聞いた話だけど、ね、ヨッシーに言われたんですね、そして、67歳にマジっすかって、いや本当だよってねまあそうだろうね、まあそうなるよ普通は、いいし別に ねそういう人生もあるでしょ、ね、はい